いらっしゃいませ。あなたは何が知りたいの？宇野薫のエネルギーバー。はい、こんばんは。宇野薫のエネルギーバーのお時間です。はい。では、宇野薫のエネルギーバーではですね、毎回ゲストを最初からお座りいただいている形になりますので、早速ご紹介したいと思います。真ん中、私の横にいらっしゃるのが中村哲夫さんです。はい、はい、よろしくお願いします。もう4回目でしょ？4回目ですよ。はい、素晴らしい。から来月もちょっとね出ますね。はいはい、はい、今日はまた素敵なバナナ柄でもうさすがに4回目になってくると少し派手なやつにしようかなって思うんですけども、はい、お似合いです。そう、それでね、まあ一番最初僕一人だったじゃないですか。はい、で2回目はミントちゃんだったでしょ。はい、でミントちゃんと何の話をしたかっていうと、大人が本気で遊ぶ仲間だっていう話をしたんですね。はい、そうですね。で前回はキックボクシングの勝地さんだったんですよ。はい、と一緒にね。ちょっとそこはちょっと本気モードだったんです。はい。ね。でももう一回大人の本気で遊ぶ仲間っていうことでね、そのミントちゃんチームのまあリーダーです。リーダーでしょ。ペルちゃんを今日連れてきたんです。美人マジシャンのペルちゃんにお越しいただきました。美人マジシャンのペルです。よろしくお願いします。すごいんだよ。でもね、昔本当にテレビとかで美人マジシャンって出てたんですけど、昔はね出てた時もありますよね。ある時からねちょっとコメント変わってきたんですよ。そうなんですか？そう、個性的なマジシャンって書かれるようになってた。確かに確かに。そうだ、美人消えましたね。そう。僕テレビ見てたから。ずっとねファンだったんですよ。そうなんですね。そう、もう後でどれぐらいファンかって話もしますけども、おいおいちょっとお伺いしていきたいと思います。そう、はい。でもまあちょっと最初だけね、ちょっとこの間のキックボクシングの、はいはい、あ、ちょっと待って、中村さん、結果をねと思ったの。あ、どうぞどうぞ。いいですよ。いい結果をね、2ラウンド TKO 負けでございます。はい。お疲れ様でした。まあね1ラウンド持ちましたからね。そう。すごいですよ。でただ、すごいのは僕負けたんですよ。負けた僕がヤフーニュースになってました。そう見たんですよ。そうプロキックボクサー56歳中村哲夫2回目も敗退って書いてあったんだけど、出ちゃったんです。そうでも勝った人何にも書いてないじゃん。あんなね勝った人かわいそうじゃない？いや勝地さんとかチャンピオンの人たちは僕の対戦相手。対戦相手のね。そう対戦相手のこと何にも書いてないんですよ。で僕の紹介がずらーっと書いてあって、あれあの記者どこにいたんだろうね。だから試合絶対見てた人ですからね。あんな細かく書いてくれてるから。ちょっと一個告知を忘れました。ちょっと挟ませてください。コロナ対策でですね、スタジオ内こちらですね。あ、誕生日。あ、すみません。なんか私にありがとうございます。今頃私にいただきました。先週誕生日で。ずるい言ってくれなきゃ。ありがとうございます。ちなみに誕生日プレゼント。車の中に入ってる。本当ですか？ありがとうございます。なんかここで出した方が良かったね。ありがとうございます。はい。すみません。なんかそんな人でいたんだ。なんかすげえ負けた気がする。あ、すみません。なんかコロナ対策にお父さん。いやいや、どうぞコロナ対策。あ、ですね。でもハビバースでまだ曲流れてた。あ、止まっちゃった。OK です OK です。私の誕生日はもう先週終わりましたんでね。いや前後半年は OK でしょ。じゃあ、ちょうど1週間前なんですか。そうです。はい、すごい。そうね、そういうことがありましたが、気を取り直して、ちょっとね、我々3人で今座ってますけども、このスタジオ内ですね、トレイルフレッシュというね、オゾンの発生機械がありますので、コロナ対策ね、あ、それじゃない、これなんか足元の方にあるんですけど、それでね、きちんと対策しているのと、ここにね、薄くちゃんと見えないと思いますけどね、バリア貼ってあるんですよ、アクリル板がね。で、まあ我々もね、接触頻度減らしてますしね。そう、僕がこうね、ちょっかい出さないようにここにちゃんとこう貼ってあるんですよ。ということでね、今日も元気に50分までお届けしていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、気を取り直して。もうね、いいんです。キックボクシングの話は。あ、でもね、一応もう一つご報告あるんですよ。試合が終わった後に、僕ある申請を出したんです。申請？何かっていうと、ギネス。嘘。調べたら、ギネスのキックボクサーの最高齢っていうのが記録が51歳になってたの。う大チャンス。56歳じゃない。はい。いけんじゃない。いけるいける。ただギネスの申請に詳しい方いないかな。難しいんですよ。確かに大変ですよね。証明しなきゃいけない。いや証明するところまでいけないの。いけないんですか。意外とギネスってすごい商売してますよ。へー、こんなこと言ったらあいつはギネスに載せないって言われちゃうかもしれないけど、ギネスのねホームページがあるので、団体と個人っていうのがあるんですけど、団体有料なんですよ、個人無料なんですよ。だから個人でいいでしょ。で個人でもその申請を始めるのが半年後からですよって、審査始めるの半年後からですよっていうのは無料なの。それをちょっと3ヶ月ほど短くしたいっていうと7万円払ってください。そう、1週間後から審査始める人は30万円払ってください。でいろいろこうやっていくうちに、個人だったのにいつの間にか団体のページになってて、あれまた有料になってるみたいな、なんかねちょっとからくりがられちゃう。そうで、知らないことが結構いっぱいあって、よく番組でやってるやつって審査官来るじゃないですか。あれ一人呼ぶの100万なんです。そんなにかかるんですね。よく番組にいますよね。ギネスの私番組あるでしょ。番組にギネスの挑戦するやつは300万なんですって。高い。そんなにかかるんですね。一人しか来ないのね。そうで、俺もだからせっかくの記念だし7万ぐらい払って3ヶ月短くしてもらおうかなと思って、ピッと押したらすぐ請求書飛んでくるんですよ、メールで。だけど請求書見たらなんか全然知らない国のところに振り込みしなきゃいけなくて、どこムーミンとこノルウェーかなんかの銀行に振り込むんですって。でなんかちょっと怖くてちょっと怖いやめちゃってるんですけども、無料申請のやつができてるかどうか。そう、半年待つパーティーがいいかもしれない。そうでも普通の人はなんでお金払うか知ってる？半年の間に記録抜かれちゃうから。絶対大丈夫だよ、絶対。抜かれないですよ。多分大丈夫だと思うんですけども。なる人いないですから、いない。その間に57歳になってもう一回試合やったらさらにね、確かに1年伸びますもんね。そうでも56歳から毎年更新して6回ぐらい乗ってた方が良くないですか？そうですね。毎年更新みたいな感じで、だからもう60歳までいったらちょっと抜かれないんじゃないかなって気がするんだけど、思うでしょ？思うでしょ？でもね、キックボクシングは51歳でしたけど、ボクシング最高記録ね80歳。出してくれましたね。探してくれましたよ。あそこに80歳。ボクサー80歳だって。すごい。そう。あ出た。俺がニュース。そう。出ました。これ出たんですよ。なんかちゃんとかっこいい感じのね。いいとこじゃないですか。この記者の人すごいよね。医療コンサルって書いたもんね。すごいですね。コンサルタントがって書いてますよね。だから書くときに中村さんのこと調べたんですね。ちゃんと調べたんですね。すごい。これを書いてくれた人に会いたいよ僕。そうですね。ありがとうと。そう。確かに。よく僕を取り上げていただきました。そうなんですよ。ね、すごい。50代の星としてね。そうだからあれすごかったですよ。僕の試合が終わった途端に会場3分の1僕の応援だったんですけど、みんな帰っちゃった。そうですよね。確かに。あでもいましたよ。私一応勝地さん見ようと思って最後。そうそうそう。確かに。それはね大丈夫、ここにも来てくれたし、そうだいた人はいいんですけど結構帰っちゃった人。帰っちゃった方いますよね。あなんか。ぼそっと開いたとか言ってたんだよね。ね、そういう人たちは、僕だけを見に来て帰っちゃったって、次の試合からが良かったのに、ね、でそれでね今日動画を用意してきたんですけど、このペルちゃんが僕にね応援動画を作ってね送ってきてくれたんですよ。そうそうそれをねちょっと見てもらおうかしら。これちょっと最初にね見てもらおうかなと思うんですけど、これねミントちゃんとかみんな出てますね。ペルちゃんもミントちゃんもショコちゃんもいいの。これねほら3人ね。この人たちのファン見たらね怒るよ絶対。うん、ここ出んのかな。私のミントです。あ、出た。おお。すごい。3人合わせて女性パフォーマーてっちゃん応援隊です。すごい。いいでしょ。いい。勝利の赤。てっちゃん。勝利の赤じゃなくてチミドルの赤になっちゃった。ペルミント。おまじないが過ぎるとすごいでしょ。どうぞこれ作ってくれたの。ねこの3人のファンの人たちはね応援に行きます。てっちゃんマスクにすごいな。書いてあるのよ。てっちゃんファイナー。ボブの LED で、セブンぐらい撮ってますね。そう、それでね、あのマスクもくれたんですよ。で、僕マスクしたんですけど、それって間接キッスじゃね。笑ってなければ今コロナの中で一番やっちゃいけないやつだけど、やべえやつですね。でも俺もコロナに移ってもいいなって思っちゃった。あ、思っちゃったやっぱり。もう記念につけちゃいましたけど。そうなんです。最初撮影した時マスク裏にしちゃってね、出てこない。裏に光って何にも出てこないの。おかしいって。こっちじゃないって。そう。あれねやってくれたんですよ。嬉しいですね。嬉しい、幸せでしょ。さっきのクッションはちゃんと車に置いてあるんですけどね。そう、もう車乗る人みんなに自慢してる。これどういいでしょとか、ね、さっきの動画見せるの。あれいいですよね。セットで。なんかプレゼントもらうのも嬉しいけど、合わせてこう応援動画だからね。そう、いいですね。今回ね、なんか事前に応援動画ね、いろんな人くれたの。そうなんですね。そう、まあどっちかというとそっくりさんばっかりなんですけどね。ああ、そうなんですね。でもそう、お友達に多いから。そう。本物だ。でも本物もいましたよ。ネズミ先輩とか猫ひろしさんとか。すごい。ね、ネズミと猫じゃん。で、あと北原照久さん。はい、大物ですね。大物。この番組出てたけど、この間原めぐみさん。はいはいはい。もう応援メッセージくれてね。そう、なんかずいぶん数々皆さん応援メッセージいただいて、なんかねすっごい元気でした。そこまでテンション上がりっぱなしだったんですけどね。でも試合は負けちゃったっていうことなんですよね。で、まあ僕の話はもうそうですね。お二人はもともとはいつからのお友達でいらっしゃいますか？もうかれこれ14、15年、15年ぐらい経ったかもしれないですね。ペルちゃんが銀座のマジックバーにいたの。そうなんです。で、僕がまあお医者さんに連れられてそこ行ったんですよ。で、まあちょっと有名なね大御所の口の悪いマスターっていうのがいるんですけど、その人がもう目の前でね手品見せてくれて、水拳マジックを。そう。それで、おいペル。カレー持ってこいって言ってね、カレー持ってきてくれた。だから僕最初見た時に、あれもしかしてこの人は単にカレーを出してくれる人かなと思って。そうで、その時はだってお店の中で一回もマジック見せてもらってないんですもん。あ、確かにあのパーティーだからね、マジックもやってないですね。でもカレー出してもらった時にちょっと気になったんですよ。だからもう一杯カレーが食べたいって言って持ってきてくれたの。だから2回その時お目にかかったんですけど、そのマジックバーに行く前に向島の料亭でね散々食べてきた後にカレー2杯食べたんですよ。それをペルちゃんに持ってきてほしいから言ったんですか？そうですよ。こんだけファンになっちゃったんでしょう。そうね。すごいファンぶりがよくわかりますね。それでね、どんだけファンかっていうのももう一つあるんですけど、ペルちゃんがある時フェイスブックでね、私のね特別なウォレット、お財布をねサイン入りで今限定何個売ってますっていうのがあったんですよ。でこれはすぐに行かないと売り切れちゃうとまずいと思ってそこのショップに次の日行ったの。それで買ったのがほらこれ。わあ懐かしい。ちょっとここにそれ箱ですね。ね、こう買ってくれてありがとう。とっても売れペイですって。そうしたらすごいよ。わがままは言いません。もう一個買ってねって。すごいね。めっちゃ言ってる。めっちゃわがままでしょ。すごいね。わがまま言いませんって言っときながらもう一個買ってねって書いてある。結構高いんですよこれ。これね、2万ぐらいかな。そうですね。そう。2万したの。まあまあ高いですよね。財布特別仕様だからね。そう。でもちょっと男性が持つには微妙な色なんですよね。開けるとねこんなやつなんですよ。だから僕使えない。なんだけどね。そう。それでピンクなんですよ。でもやっぱりペルちゃん特別仕様だから僕は全然使ったことないんですけど、プロが使うとどうなるかっていう。ああ。今ね。やっぱりマジシャンご紹介はマジックカラーがいいんじゃないですか。そうですかね。じゃあこれ今ねちょっと開けまして。あれちょっと待ってくださいね。ちょっと覚えてるこのマジックね。ちょっとこっち向きのがいいかな。チャックとかトランプとか入ってますよね。チャックを開けまして、まあお金も大事なんですけど、とても皆さんにねおじさま世代には必要なこちらチャラララララ開けますと、ユンケルが出てきた。あれここ箱に入ってたのに。そうですよね。ユンケルが先週探してたんだよな。でさらにね、もう一個ね、最近私ちょっとね大阪に半分ぐらいいるので、じゃらららららってやると財布からこちらなんとちょっと見づらいかな、たこ焼きのだるまです。すごいでしょ。そうマジシャンなんですよ。一応マジシャンやってまして、いや一応じゃないですよ、すごいでしょ、いろいろ出てくるというね。だからすごいですね。そうどれだけファンかっていうのなるほど、わかるでしょ。普通の財布だと思ったんですけどね、すごいですねそれね。でまあちょっとできちゃうんですね。うん、そういうのができちゃう。そんな財布でございます。まだ売ってんですかみたいな。もう売ってないのだって限定だから。限定だったので、だから誰かがこれ売りに出せばいいんですけども、こんな綺麗な状態で撮ってらっしゃる方いらっしゃるかしらって感じですね。いないでしょ。綺麗でだって僕だってできないもんそのマジック。単にサインがあるから買ったっていうね。マジっすか。ほらもうどれだけファンかっていうのがちょっと伝わりました。はい、わかりました。伝わったでしょ。伝わりました。なんかカレーのエピソードもすごいと思いましたよ。本当？ねもう一つあるんですけど、言っていいのかな。ねペルちゃんってマジックやる前って昔ねアイドルだったでしょ。でアイドルの時のちょっと画像を送ったんですけど、そっから行っちゃいます。いやこっちから行っちゃいますから。はい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 。菊池愛菜さん。懐かしい。これ10代の時ね。ヘイバッドボーイだよ。なんかすごいですよね。あの長いやつ。そう元アイドル。もうそんなやつ。シングル CD ってやつですか、もしかして。昔細長かったじゃないですか。そう細長かった。20代の人が全然知らないです。なんかね、安室ちゃん世代みたいな。そう実は安室ちゃんが流行ってた世代で、私アイナって芸名だったんですけど、安室の次はアイナよって言ってヘタ出しパクってるんです。あれ。事務所の戦略で。本当この頃に出会いたかったな。ねでもヘイバッドボーイってもういかにも売れなそうなタイトルじゃないですか。でもねでもなんかその時の路線を狙ってる感じはする。ちょっとね匂いますよね。いやでもなんかイケてますよ。いや全然イケてるイケてる。でもアイドルだった時代があるってことですね。それがね今ネットを探すとこのヘイバッドボーイが1万円で売ってるんですよ。そうそんなに高値が。だ今ちょっとヤフオクでね買おうかどうしようか悩ってるんです。1万円ってすごい値上がりしちゃってます。ヤフオクでやってるんですけど1万円でも意外とそうなんですよ。僕のだって本があったでしょ。あれ1500円のやつ4700円で今売ってるっていうか。俺んとこ来たら1500円で売ってあげるよ。ねえ。なんですけど、そうだからこれをね1万円で買ったらペルちゃんにサインしてもらおうかなってしてくれる？もちろんでございますけど、1万円で買ってくれるならちょっと私家にある。あその方がいいやん。あるの？いやだって1万円。買った。ちょっと探します。うん。じゃあ探して。さあ。サインしてね。1万円と思って探します。そう。そうすると俺はこの頃からファンだったって言っちゃうから。ありがたいですね。そうだんだんいきなりね15年が30年になっちゃうかもしれない。そうか出会って15年ぐらいだったはずなのに。でもね16年前かもしれない。でも今この CD 買っても聞く円盤がないですよね。ちっちゃいじゃないですか。あそうだ。普通乗っちゃダメなのか。パソコン入れちゃったんですよ。出てこなくなっちゃって。パソコンこうやって振って一生懸命。そうよね円盤がそうちっちゃいからシングル CD がもうかけれないのか。パソコンの価値と CD の価値とどっちを選ぶかですもんね。まあコレクションですね。もうだって自分のだってかけがえのない歴史ですからね。まあ確かにね歴史というかお典というかまあどっちか。いやでも素敵ですよこんな記念のものが。確かにありがたい。すごいよね。あと出演のねなんか動画もあるんですよね。そうだからペルちゃんがどれだけすごいかっていろんな番組出てんですよ。そうなんですよね。出していただいた時があったっていうね。他のそっちの方もちょっと見てみて。はい。そう。いいんですか。これだからさ、これも可愛い。だって美人マジシャンだから。ねえ。美人可愛いよね。どっちかっていうと可愛い気がする。うん。今は個性派マジシャン。いやそんなことない。可愛いけどね。僕はねテレビが書いてあったの。これ初々しくて可愛いんだよなんか。そう。でもちょっとこの動画見てくださいよ。テレビ上でね。懐かしい。あ、ほら始まった。またこれが可愛い顔でね。ね。はい一応ペルっちゃったっていう決め台詞がありまして、すごくない？こういろんな人とマリックさんに呼んでいただいて、史上最悪のマジックショー。ほら、笑っていいと思だよ。ね、すごいですよね。ほら、グッチさん。グッチさん。はい。ね。これゴローズバー。ゴローズバー。レギュラー、準レギュラーで、はい、出してもらっていて。このテレビでやったマジックを全部目の前で見せてもらったんだから。ね。そう、確かに、何回かね、やらせていただいて。ね。もうそのメンバーに入れてもらおうと思ったんですけどね、ダメです。入れた？ダメでした。お断りされちゃったんですね。お断りされまして。3万5点出していただいたんですけど、ほとんどトークカットでした。でもさ、この動画作った人すごいね。あ、すごいね。これ動画作った人はよっぽどのてるちゃんファンだね。マジシャンの方に作っていただいたんですけどね、すごいうまくね、だいぶ前に紹介を、すごい昔の写真から全部入ってるの。入っちゃってますね。これ1個でてるちゃん大体わかるでしょ。通って書いてある。そうそう。それもね、あれ探偵やってたの。ねえ、そうなんだ。でもやってないんでしょ。学校までで。探偵の学校に通って卒業したってマジシャンになる前なんですけれども、ちょっとたまたま尾行したことがあったんですよ。お友達が浮気してるのを見て、浮気してると思ってこう尾行した時に、なんかそのワクワク感とドキドキ感がなんかこうすごい、これ探偵いいんじゃないって思って。で、学校に通って、はい、でも実際通ったら、尾行は楽しいんですけど、張り込みが結構辛くて、すごいマニアック。アンパンと牛乳を持って張り込むみたいなのじゃないですか。何時間も待ってる。何時間も待って、あ、これきついわと思って。前ね、あったの、うちのクリニックの前でも、なんか怪しいやつがずっといるって言って、それで警察に通報したんですよ。警察来たの。そしたら。警察こっち来てくれて、あの人探偵らしいんで、見逃してあげてくださいって言われたことあるけど、それヘボすぎるよね。確かに。一般の人に怪しまれてるわけですよね。一般の人がだって怪しいと思った人いるんだから。確かに。だからね、目立つ人じゃダメですよね。だけどさ、それもダメだけど、僕とかペルちゃんこの格好で尾行したら、私も今思いました。すぐバレちゃう。私、私服向いてないと思うんですよね。私も今日お会いして、いや全身がトランプ柄なんで、このワンピースはどこでみたいな。だから。衣装だと思うでしょ。そう、私も思いました。普段着だもん。そうなんですよ。もう全部みんなお友達がうちに来ると、あ、これベル全部衣装なのさ、あ、そっち全部私服、みたいな。好きなんですね。好きなんです。トランプ柄が大好き。今日見えてないけどサンダルもトランプ柄ですからね。そうそうそう。お見せできないけどね、足が上がんないわ。そうそうそう。身につけてるものが全部なんかトランプ柄で、これもトランプのね。ここだってほらね、イヤリング、これもね、ハートのエース、ピアスね、ハートのエースね、ね、スペードがついてたり。そう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 。待ち合わせしたらすぐわかるね。そう。まあ、ということでね、断念したらしいんですよ。そうね、そうでしたか。はい。でもあともう一個、ジャンシもありますね。そう、だからプロジャンシ。そうです。一応教会に、プロの教会に所属しておりまして。どんだけいろいろやるんですかみたいな。いや、それでね、実は僕、まあアイアンマンのコスプレするじゃないですか。で。まあ、アイアンマンなぜかっていうと、アイアンマン日本語に訳すと鉄の男で鉄男っていうことでやって、そうそうで、第1回アイアンマンカップって言って麻雀大会をやったんですよ。ああ、やったやった。そうで来てくれたの。僕は当然アイアンマンの格好して麻雀やってるんですよ。だから他にももう一人いたんですよ、マジシャンでプロいました。そうするとね、マジシャンと麻雀やるとなんかね、役満がいっぱい出るんですよ。なんかこうやってんなみたいな。なんかね、また役満みたいな。あれ上がってましたみたいな。そう。だからね、マジシャンと麻雀やるってね、ちょっと怖いんですよ。なんかこう普通に弾いてないのではみたいな。まあでも全自動麻雀卓なんで、イカ様はありえないって。そうなんですよ。本人は言ってた。そう、多少の勝敗っていう敗が少ない時にどさくさに紛れて2敗取ってくるとかぶっちゃけできちゃいますけど。そうか、取り方ね。そう、見えないようにこうできちゃう。だってプロのマジシャンって知らないうちに時計取っちゃったりするじゃない。あれで気づかないんだから、麻雀牌から絶対わかんないよね。多分わかんないですね、麻雀牌は。そう。だからね、そうですよね。もういろんな見えないからね、もう手元がね。だからそんな人たちと麻雀大会やったんですけど、でも僕3位だったの。そう、すごいよね。普通のスタンドそうしかもどれぐらいそうイカサマなしの30年ぶりぐらいでね、手が震えそうになりながらやってたの。すごいじゃないですか、30年ぶりで。そう意外とね持ってるもんですね。運がね、運を持ってるから。そうでも3位だけど、まあ一応主催者じゃないですか。だからもう全部皆さんに商品とかあげて。確かに大盤振る舞いなアイアンカップでしたよね。そうまあ多分いらないような商品もありましたけどね。またやってほしいですね。そうね。でもあのメンバーも集まんないかな。まあ私メンバーでいいね。あ全然いろんなメンバーはい。マジシャンとかパフォーマーとかね。イカサマ3回まで。イカサマ3回。できるんだ。イカサマしていいんだ。イカサマ3回。そう。あとモノマネ芸人とかね。ああ楽しいですね。そう。上がるときは毎回モノマネで上がんなきゃいけない。そう。いやハードルがきつい。それは普通の人は出られませんね。漫才師とかさねいるじゃない。うん。まあまあそういう人たち来た方が面白いですよ。でも。お店貸し切りぐらいでやんないとちょっとダメかもね。ああ今がねコロナのっていうかちょっとあのメンバーだと他のねお客さんからうるさいって言われる。確かにうるさい。貸し切りがいいですね。貸し切りで。そうちょうどこれこの辺くらいの部屋がちょうどいいんだけどね。あそうなんですね。こんな感じで。そうそうそう。2部屋やったらね。でもうこれカメラ全部向いてるからさ。イカサマやったらすぐバレちゃう。あ、そうか、やってるから。そう。確かに。まさかのこういうとこでやりますかみたいな。恐ろしいですね。そうなの。流しながらね、ライブで流しながら麻雀大会をやるみたいな。でもなんかもう一個動画なかったですかっけ？ありますよ。まだありました。なんかありましたよね。もう一個あった気がするな。なんかあったはず。ああ。なんだっけ？なんで？あれもうやったメレンゲのやつやったっけ？メレンゲ。あ、もう一個多分ねるちゃんが出てる。そう。もう一個あります。長いやつが。あれなんかさ。ちょっとあれ見ましょうか。いやこれなんかだってすごいよね。メレンゲの気持ち。これ長尺出してもらってすごい。そうゲストどころかだってレギュラーの人たちがペルちゃんのことみんな知ってんだもんね。伊藤麻子さんたまたまそのゴローズバーという番組で楽屋ライブも一緒ですごいよく知っていただいて、ほら昔から知っててって言ってる。そうなんです。芸人さんの事務所にいたもんそれでライブやってたり。あ芸人さんの事務所にいたね。あそうです私 K ダッシュステージっていうところにいて、オードリーさんとかスザンヌちゃんとか原口あきまささんとかと同じ事務所に6年ぐらい、もうちょっと卒業しちゃったんですけど、はい所属させてもらったわけで。テレビもこんな感じで出させていただいたっていう感じですかね。そうなんですか。テレビで手書きのってなかなかないし、すごいですね。この手作り感。手作り感。これ何年前のか知んないけど、いまだにこれ使ってるもん。やってる。俺もなんか今年だけで3回ぐらい見てる。そうこのマジックねなんか好きで必ずなんかね毎回やっちゃうんですよ。そう。強いて成長したといえば手書きじゃなくなったっていうのもですね。すごいですよ。全国ネットで手書きってなかなかすごい。でもちゃんとすごいマジックはね、すごいすごい。多分の手書きが教えてそれね。メレンゲって。なんかちょっと生放送でマジックは緊張しますね。夢のマジックですので欲しいなとかいいなとか思うともう一度ですねこうポンとルリンちょっとやりますと先ほどのこちらがすごい。でもこのいきなり手書きのやつが出てくると夢のマジックじゃなくて夢なくなっちゃうね。やっぱり一万円札の方がいいよな。一万円で終わった方がねいいんですよね。そう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 。確かによく言えばもうねお札に書いてあげたいぐらいですけどね。そう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 。あげたいぐらい。どの辺がいいかというと金がいいと言いまして握ります。はい。いやすごいな。でも生放送で私よくこんなこれテクニックしか使わないマジック、道具を使わないマジックなので。イコール結構難しいというか角度に弱かったり。そうだね。そうなんですよ。そんなこと言っちゃっていいの？まあでもそうなんでしょうね。本当にテクニックですよね。はいテクニックだけでやるマジックです。魔法だから魔法。あまあでも見てわからないっていうのはすごいと思いますよ。そうなのよ。いやすごいですよ。普通の人できないですから。ねそして大物タレントさん。いや何これ？どういうこと？人の手の上に乗ってるって。いや勇気ある私勇気ある。いや本当だよね。これをやるこれってすごい危険じゃないですか。だってねもみじさんが動いたらパーンと取っちゃったりとか。最近だけど一緒に行く人とかがさいつからあったんですかって俺に聞いてくんだけど俺に聞くなよって思うんだよね。確かにそうですよね。マジックやると隣の人に今どうだったのって聞く方いますよね。そう割としてたりするからね。あ、これも今もやってますね。これ大好きで、これドーナツ、本当のドーナツ、みんながおーって顔してるでしょ。いい笑顔でね、お客様のいい笑顔。ほら、どんなすごい人を連れてきたかっていうのが今日これで分かってもらえたでしょ。いや、すごいな、前からこんな。いや、でもこのマジックもうできないな、覚えてない。俺覚えてない。結構難しいんですよね。ペルちゃんが僕のお誕生会とかでやってくれるんですよ。マジックね。てっちゃんお誕生日に何人来ますか？すごい人数来ますよね。1100人来た。1100人ですよ。しかも会費1万円なのに。ね。なのに赤字っていう。どういうことですか？いや、なんかね、盛大にやりましょうって言った人がいたんですよ。それで渋谷の時で300人ぐらいでっていう話でやったら、申し込みが500人来たから、あ、ちょっと会場変えようと。500人にしようって言ったら800人になっちゃって、そしたら1100人になっちゃったから、会場どんどん大きくしてったんだ。そのうちになんだろうな、ポールダンサーを呼びますどうだとかだんだん話が大きくなってきて、幹事やってた人が「すみません、僕もう自信がないんでプロに投げます」とか言ってどっか企画会社に投げたら、もう企画会社全然ダメダメなのに、もう全部自分で仕切ってやったのに、すげえ大金の請求書が来たよ。後でええみたいな。そうだったんですね。個人じゃなかったんだあれ。マジあれ。こんなに人来たのに。そう。戻ってます。で結局だから。仕切ってくれたのはゲストで来てくれたね、マジシャンとか芸人さんたちが仕切ってくれたから回せたけど、司会だとかね、あ、司会ね、そう、ペヨンジュンさんとかね、そう、プロがみんなでわーっとやってくれたから、あれ1100人いったでしょ。あれだってプロのイベント会社なんて何もしなかったよ。一応いたんです。そんなことあったんだ。そう。ね、俺参加してるだけだと知らなかった。ペルちゃん、これ俺できるようになりたい。ああ、これね、すごいですね。一応知ってるんだけど、ちょっとコツがね、やっぱり一回ちょっとねやってみようかな。ビールで。そうですね。ビールいいですね。飲めるし、復活した後。それちょっと盛り上がるもんね。盛り上がりますね。やっぱりね、なんかその辺の身近にあるものでやると。そう。あ、これは持ってる。これ持ってる。これ持って夢がある。うちのね部屋のね天井にこう押してある。そう。だやっぱ常に長くしとかないとね。そうなんですよ。使う時使えないからね。てっちゃんもねマジックやりますからね。やるんですよ。しゃっかりやるんですよ。あ、なんかマジックやります？あれ置いてきちゃった？持ってますか？持ってるっちゃ持ってますけど。そう。持ってる。準備が必要だったら一回曲でもかけときますか。大丈夫ですか。そうですか。そう。どっちでもいいですよ。なんとなく。一応ねこれはやらないんですけど、見てください。これ見て。手書きから印刷になったやつ。おお。ちょっと印刷になりました。さっきのねメレンゲでやってたやつが。はい。手書きから印刷な。まだやってるということですね。進化はしてるけどね。そう危ない。種がねバレないうちにね。しまいまして、見せてくれただけ、見せただけ。あ、やらないですか3本ロープは。あ、3本ロープ置いてきちゃった。リクエスト。じゃあリクエスト。じゃあちょっとせっかくなんでじゃあ、お札のマジックを一つ。この1000円札、まあ借りてもいいんですけど、今お財布持ってない。あ、持ってない。はい。増えます。おいくらぐらいに増えたら嬉しいですか。10万円。10万円。10万円はねちょっとねマジック業界も、コロナの影響でイベントがね、もう全部中止で、かなり厳しいので、まあ3倍ぐらい、3000ぐらいにちょっとね、はい、では皆さんよく見ててください。これが3000になったらすごいですよね。じゃらららららとね、おまじないをかけまして、ペルーリンチョっていうおまじないがあるんですね。そうしますと3000円になりました。おお、俺知ってる、これ沖縄限定でしょ。すごい。沖縄限定かな。この3000円札は。破れる。来年ね日銀から発行するとかしないとね。3になってるんだけど。はい、そう。借金が消えるんだよこれでね。そうなんですか。3倍になってる。はい、これねよかったらね。デノミってやつですよ。そう、経済用語で。はい、3000円にねこう増えるというマジックをね。すごいですね。ご覧いただきまして。なんか普通に出てきた1000円札が。そうなんです。なるほどね、お札のマジックとか。すごいですね、マジシャンのなんか。財布というのは。いやマジックシャンってね、マジック楽しいでしょ。そうマジックね、いいですよね、目がある。僕もマジック覚えたんですよ。結構できますよね。結構できるんですけど、ある時やめようと思ったの。自分でマジックやるってね、相手を喜ばすのって大して喜ばないんですよ。素人芸だから。だけど一緒に行った人がプロのマジシャン見たらすげーって喜ぶでしょ。確かに。そうすげーって喜んでる姿を見てるのが好きなの。あ、そういうことに変わってったんですね。あれだからもう本物がいるから。そうあれどうなってるんですかって言われて分かっててもうわ分かんねえって。楽しませてあげてるんだ。そう。ありがたい。知ってて言わないんだ。だからでもすっげー喜ぶ人しか連れてかない。そうなんだ。あでもたまにいらっしゃいますろ。例えばてっちゃんが誰かを連れてきてくれてでマジックやるじゃないですか。でわーって言ってその連れてきてくれた人が「なすげえだろ?」って手柄持ってかれたみたいな「やったら私ですよ」みたいな。あそうなんだ。だってさすごい楽じゃない、喋んなくていいしさ、何にもしなくてもやってくれて「すごい」って言われてさ、最後一言それで終わったら「あれ俺のことだったの?」てっちゃん連れてきてありがとうみたいになりますもんね。手柄全部持ってきて、そうかそうかそうか、確かに紹介してくれてありがとうみたいな。そう、それでね、まあ、ペロちゃんもよくいるんですけど、赤坂のうさぎ屋ってお店がありまして、古民家みたいなところでね、お寺の中通っていかなきゃいけないようなところにあって、初めて来た人は絶対わかんない。そうでフレンチ食べながらフルコースでメインディッシュの前にマジシャンが来るんですよ。そうなんですよ。いいタイミングでね。でデザート食べるかな食べ終わるかなっていうぐらいでまたマジシャンが来るんですよ。そうな2人ね。ちょっと今コロナで1人なんですけどね。でもそこのマジシャンたちが定期的にどっかで開業するんですよ。へえ。確かに皆さん独立されてますか。だから結構仲良くなってくるじゃないですか。何回か行くと。そうするとメールでね、中村さん今度お店出したんで来てくださいっていうメールが来るでしょ。だから行かなきゃいけないお店がね多すぎちゃって回りきれない。大変なんですよ。もう特に年末年始のご挨拶がね。そうかそうか大変だ回るのが。そうでバカだからそこ行きましたって。ツイッターにコメントが届きました。あ本当？すごい。すごいそういう感じで来るんですね。そういうパーティーで。誰？わかんない。カツさん。カツさんありがとうございます。コメント読ませていただきます。質問がね来てます。はい。ペルの名前の由来は何ですか？誰が名付け親ですか？よろしくお願いします。知りたい。お聞きいただいてありがとうございます。ペルの名前の由来はなんとですね、アニメなんですよ。へえ。アニメで私実は子供の頃いじめられっ子で、すごいいじめられっ子で友達がいなくてもう私なんて生きてても意味がないと思ってたのが小学校 1,2 年ぐらいの時にあったんですよ。その時にたまたま「魔法の妖精ペルシャ」というアニメに出会って、その主人公が天真爛漫で運動神経が良くてもとにかく可愛くて明るくても大好きになって、私もペルシャになるね、なる海賊王になるじゃないけどペルシャになるってなって、そうなんその日から。教科書とかノートとか全部「ペルシャ」って書いて、親にも学校の先生にも「私今日からペルシャになったんでペルって呼んでください」っていうところからの、そんなことが。そうなんです。でもそれ言ったら学校でもっといじめられそうですよね。もっといじめられそうじゃないですか。ところがなんかもう振り切ったんでしょうね。振り切ったからもうみんな「あ、この人はそういう人なんだ」みたいになって、そうそれから友達もできて。でいじめもなくなって、で私の中ではもうそのペルシャっていう名前もペルシャも救世主と思ってるので、小学校の時からもうペルシャとかペルって呼ばれてます。あ、そうだったんですね。そうなんだ。それは初めて聞きましたよ。そうなんだ。だって僕前聞いた時はペが名字でルが名前ですっていう、すげえ全然違うじゃんって今の。全然違うじゃん。演芸ネタね。深いストーリーがあったんじゃん。多分めんどくさかったんだなその時ね。長いんでね。これ私もさっきもなんか名字がペーでとかわけわかんない聞いちゃった。いやだってずっとそれだと思ってたんだから。そう長い結構ね長くなっちゃうんで。俺だってもうかれこれね 2,30 人ぐらいにそれ言ってるよ。ペルちゃんの名前のペは名字だからってもうみんなに言ってたのにペ40みたいな感じで、そう間違ってたみたいな。でもそういうこともちゃんと温かくちょっとね受け入れてくれる優しいねペルちゃん。ペルシャなんだね。ペルシャアニメのペルシャ、あのねペルシャはね魔法使いなんですよ。でもペルシャじゃなくてよかったかもしれないね。ペルちゃんのが言いやすいから。そうなんです。本当はペルシャだったんですけど、あの名前の鑑定士さんに見ていただいたらペルにした方がいいよって言われてひらがなでペルに変えて、それから魔法ももともとそのペルシャを使うので、今ちょっと魔法使いになれたっていうのもあって、憧れのペルシャにそんななれたっていう、なんかそういうちょっとそんないいお話の時にちょっと変な話していい？どうぞ。なんか急に思い出しちゃったんだけど、さっき持ってくんの忘れたって言って3本ロープって言ってたでしょ？はいはいはい。で僕も3本ロープできるんですよ。はい。それでね、3本ロープのロープって意外と太いんですけど。はい。なかなかいい太さのないなと思ったら、見つけたの。ドン・キホーテのちょっとカーテンがかかってる部屋あるでしょ、あそこのね SM ロープっていうやつを使うとちょうどいい太さなんですよ。マジックに使うのにちょうどいい。そうそう、だからそれ買いに行ったの。それでしかも女子2人いてどっちがいいと思うってピンクと赤とか言いながら、ただのド変態じゃない？で私はピンクとか私は赤とか言ってんだけど、とりあえずじゃあ俺ピンクにしようかなってピンク買ったんですよ。そのピンクの SM ロープをバッグに入れてたのをちょっと忘れてました。翌日ね、衆議院議員会館に行く用事があったの。議員会館行くと一番最初のセキュリティあるでしょ、レントゲンみたいなの通すじゃない、あそこ通った後に係員の女性の人が「バッグ開けてもいいですか?」って言って中から出した時にまじまじと見て「SM ロープ」ってカタカナ書いてあるわけです。だけどそれを見てバッグに戻してたんですよ。でもあれ SM ロープって書いてなかったら奥連れてかれてたかもしれないよ。そうなの。だからこの人の趣味なんだなと思って返してくれたんじゃないの。そういうことで帰ってよかったですかね。確かに。なんか今突然ね3本ロープで思い出したことがそれなんですけど。そうでしたか。なんか面白いですね。そうよ、ごめんね脱線しちゃって。いろいろマジックグッズって危ないものがあるってことですね。そうなんです。いろいろありますね。そう大変ですよね。そうです。なんかなんでこれあるんですかみたいなやつがきっと。そうね、だからでもいつものちょっと謎かけも1個ぐらいやってていいですか。謎かけ、そうですよ、毎日やってるやつ。毎日やってるんだけど、今日のぴったしペルちゃんのマジックとかけまして、すごいお寿司屋さんと解きます。その心はっていくらでも食べられるとかね、いくらでも喋れるみたいなね。そうね、ペルちゃんのマジックとかけましてね、お寿司屋さんと解く。今やった？今やりました。今やった。今それやった。今それやった。ネタが新鮮ですって。わあ。違うの出すんですよ。なんで同じの繰り返しちゃうの？すごい今ボケちゃったかと思ったらね。でしょ？いやなんだ。ペルちゃん出演とかけまして。はい。まだ出てくる。まだあるよ。大都会に。の桜吹雪と解く。その心は待ちに待った。はあ、うまい。ね、こうちょっと上げてくれながらね。そうでしょ。そうもうペルちゃんはまるでね濡れたマッチ箱のようだねって。濡れたマッチ箱。うん。火の打ちどころがないって。おお、どんだけ出る。すごい。もうこれぐらいでよろしいですかね。はい、よろしいです。脱線しっぱなしだからね。あ、またつながり。なんかコメント届きました。コメント書いてくれてみよう。すごいね。ペルちゃんファン。知り合い。これそのまま出した方がいいよ。知り合い。マジシャンの先輩。はい、マジシャン藤本です。さっきの麻雀大会で役満やった人ですよ。そうですね。そう。中村さん、ペルさん、麻雀しましょう。やります。すごいですよ。マジシャン、麻雀しながら藤本さん、タバコとか食べるじゃないですか。そう。で煙をパカパカ吸って、あれでみんなちょっと煙ってなって、振っちゃったりしてましたよね。そう。じゃあね、マジシャンペルちゃんと藤本さんと、あと一人誰にしようかな。麻雀やる？やらないね。募集しましょう。そうそうそう。麻雀大会に出たいというね。出たい方、ツイッターにコメントお願いします。とりあえず朝1人いればいいじゃない？ 4 人でね。うん。確かに。芸のある方お待ちしております。芸のある方？かった。そう。あ、ダメ？まあいいんじゃないの？なくてもいいですよね。なくてもいいんです。僕は芸ないから、ただコスプレですよ。トークさえ渡っちゃってるから。いやトーク麻雀とかうるさいって言われちゃうからね。静かにしてくださいって。そうなんですね。そう。すごい藤本さん見てくれてるんですね。嬉しいですね。明日僕でも会うんだよ。藤本さんに？さすが。しかも。浅草で。あ、ここの辺じゃないですか。お昼またこの辺戻ってこなきゃいけないんですよ。あ、ちょっとペルちゃんの私曲かけ、あ、またそれ言った。あら、またコメント。悪いね、みんな。すごいね。悪いね。指痛めながら悪いね。魔法の妖精ペルシャ知ってます。奈良って本当に魔法使いになられたんですね。素敵なお話ありがとうございました。勝さんありがとうございます。ありがとう。メルヘンですね。ありがとう。そう、あ、じゃあちょっとこの間もね、結構いいお時間になってきてるので、ペルちゃんの曲があるんですよね。ペルッチャをかけたいと思います。はい。これカラオケで歌いますからね、みんな。はい、そうカラオケ入ってます。そう。あとね、もう一つカラオケだけじゃなくて踊りも覚えなきゃいけないね、これね。そうなんですね。ペルちゃんのね。まあでもね、見たい方はまた動画で探してください。まあ今はちょっと曲だけ流れますので。ライブ行くとペルちゃん踊ってますから。ああ、ちょいちょい、はい、小学生レベルのダンスで。いやいやいや、はい。結構芸術的なやつやってましたよ。華麗なダンス。そうなんですね。加える年齢の華麗なダンス。まあ華麗な、はい、華麗なダンス。そう、香辛料が大切なんです。なるほどなるほど。はい、もうということで。早く黙れって言ってました。5分前だからとりあえず曲かけましょう。はい。じゃあペルちゃんのペルッチャオでいいですか？はい。お願いします。どうぞ。大丈夫。あ、来てる。赤いハンカチありますね。ゴニョゴニョしてたらほら消えた。すごいでしょ、あんまりじっと見ないでね。ペルペルペルリンチョ、ペルペルペルジャオ、ペルペルペルリンチョ、ペルペルペルジャオ。今日も手品をしていたら失敗したとき受けました。うまくいったらブーイング、笑ってごまかせたリラリラ。ペルペルペルリンチョ、ペルペルペルジャオ、ペルペルペルリンチョ、ペルペルペル私は元気、笑っていたら何かいいことあるかな。いつでもペルリンチョ、読めない漢字もあるけれど私も昔はアイドルよ。カラオケに入ってるんでぜひ本人動画出てますんで私。じゃあね探してまた見てみてください。はい。よろしくお願いします。ペルちゃん最後になんか告知したいこととかまあ今がこのねお時世なのでなんかありますか？ちょっとじゃあ一つだけ今コロナでちょっとマジックするイベントとかも本当にないので17LIVEというライブ配信を去年1年前から始めましてほぼ毎日配信してますのでぜひ17LIVEというアプリをダウンロードしてもらって。マジシャンペルであれば多分出てくると思うので、ぜひよろしくお願いします。それ何フォローしてもらうってあるよね。そうフォローしてもらえると、あすごい出してくれた。どんだけすごいスタッフすごい。デイケールスタッフありがとう。そうこれでもね。ペルちゃんから僕にもデビューしろって言われてるからこれやろうかと。じゃあもう喋れるからデビューしてもらってしたら行ったり来たりできるし、なんか私もそうみんな来月からやる予定になっております。みんなでやろう。みんなでやろう。先輩だからね。そう、僕だから喋れるからって喋りすぎちゃったから動画一個飛んじゃったもんね。そう、来月次回やりますよ。ありがとうございます。ではではまたはい今夜ありがとうございました。ありがとうございました。お会いしましょう。ちょっと今日は地味だったかな。